ボンにあるドイツ学術交流会本部ドイツ学術交流会はドイツ連邦共和国の大学が共同で設置している機関で大学間における国際交流を促進する役割を担っており国内外の研究者、大学教員、芸術家、学生を対象にした多様なプログラムやプロジェクトを実施している。連邦の公的拠出金を財源基盤として運営され 主として、外務省、さらに教育、科学、研究技術省、経済協力省から拠出されている。本部は、ボンにあり、在外事務所は2020年現在、カイロ、ブリュッセル、リオデジャネイロ、北京、パリ、ニューデリー、ジャカルタ、東京、アンマン、ナイロビ、ボゴタ、メキシコシティ、ワルシャワ、モスクワ、チュニス、ニューヨーク、ロンドン、 ハノイの18都市に設置されている。その他に情報センターが世界の各地に置かれ、情報を提供している。東京事務所は日独の大学館における学術交流及び日本企業との協力提携の促進を重要な目的として1978年4月に開設された。初代のウルリヒリンス所長以降、ディルクシュトゥケンシュミット所長。 ゲオルクノイマン省庁、イレーネ安全所長、ホルガーフィン県所長、ウルズラトイカ所長、そして2017年3月着任のドロテアマーンカ所長のもと、各専門分野を代表する日本の大学や研究機関などと常に密接な連携活動を行っている。東京事務所では、ドイツ留学に関する情報の紹介、ドイツに留学する方のためのダッド奨学金の募集、 ドイツから日本へ留学しているダッド小学生のサポート、日本の大学で講師として活躍するドイツ語を母語とする先生法への情報提供なども行っている。また、元ダッド小学生が設立したダッド友の会も積極的な活動をしている。歴史学、教育学、美術、音楽、神学、法学、医学、天文学、文学、古学、哲学、体育学、鉄道、工学。 ありがとうございます。